ヨジェプレチニックヨジェプレチニックは、スロベニア出身の建築家、都市計画家、リュブリアーナ生まれ、オットー・ワーグナーの下で働いた後、ウィーン、ベオグラード、プラハ、リブリーナで活動した。リュブリアーナの都市計画をはじめ、スロベニアに多くの作品を残した。1872年スロベニアのリュブリーナに生まれた。父親は家具職人で、 家業を継ぐべくオーストリア・グラーツのギムナジウム、その後工芸学校に進学するが、そこで新環状道路計画の補助として参画することになる。1892年、父が亡くなり、ウィーンに移る。1894年から1897年にかけて、夫・ワーグナーの下で学び、卒業後は、ワーグナーの主催する設計事務所で働き、ウィーン分離派とも関わった。 その後ウィーンで数年間建築の室内装飾と家具デザインなどを多く手掛ける。1900年に独立。1910年までウィーンで活動し、ザッヘルハウスなどを設計した。1911年から活動場所をプラハに移し、プラハ工芸学校の講師に転身。その後プラハ城と大統領府の集築に関わることにもなる。10年ほど滞在した後、 母国のスロベニアに戻った。スロベニアでは建築家、都市計画家として、首都リブリアナで活動した。後年、その功績を称えられ、500トラール紙幣の肖像になった。ザッヘルハウス。ありがとうございます。